綺麗なラウンジに。コーヒーを飲みに来た。ブレンドか。ブレンド以外か。コーヒーと聞くと、どこでも行く僕。ここはブレンド。マシンの音響く。良いか掘り。遠慮なく頂戴する。その他にも飲む。飲む。コーヒー大臣。朝だ朝だ。ウキウキ。ホテル滞在一番の楽しみ。朝食を食べに来たのである。朝食会場はビルの2階。ホテルにレストランはないので、ゲストはこちらのレストランで朝食をとる模様。部屋のテレビで混雑状況がわかるシステムあり、朝食付きプランにしたので、思う存分食べようと思います。ちなみにこちらの店、ランチとディナーはグリル料理だって。朝食は埼玉、川越の地元ならではの素材をふんだんに使って、厳選したこだわりの食材を合わせて提供しているらしい。まずは一周回ってチェックしよう。世界一の朝食に輝いたサンドイッチとやらを発見。コーヒー大臣。バウンド1。相変わらず。世界一のサンドイッチ、パン、コン、チチャロン作った。朝はヨーグルト、蜂蜜たんまり。発酵食品よく。川越のご当地駅そば的な。こちら、ご当地大学芋。これはスムージー。ちっちゃい。いつものやつ。カップ黒くて見えない。さつまいものポタージュ。またしても世界一サンド、ライムとパクチーが効いてエスニックな味わい。うまスムージーをいただく。フルーツメインのスムージー。飲みやすくてうまい。でもちっちゃい。続いて大学芋。綺麗なさつまいもだな。ホクホク系大学芋。焼きそばいっちゃう。キャベツたっぷり。人間も具だくさんじゃなくちゃ。焼きそばのキャベツっていうのは果てしなくうまいんだな。
ポタージュ。芋だってこんな風に慣れちまうんだ。コーヒー大臣ラウンド2。まだまだ行っちゃうよ。朝食ビュッフェお約束の炭水化物祭り始まるよ。有名醤油店の自家製味噌の味噌汁、なんかすごいね。うまかったのデリピ。再びの発酵食品よく。ではいただきます。2ラウンド目は納豆卵ご飯と決めてるの。でも卵なかったので納豆ご飯を食らう。今日のところはこれで勘弁してやろう。納豆は永遠に食える。発酵食品は数種類一緒に摂るといいとか。しかし納豆とヨーグルトは別に食らおう。いつものやつをグビ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 フ。ラスト。3ラウンド目行ってもいいですか？いいんじゃない？あれれ？もう終わっちゃうの？じゃんけん始まるよ。じゃんけんくん。ご主人様、明日はどこへ行きますか？